みんなのテスタ。ドルを資産の一部で持ってたりしないの？アメリカ株を2億円分ぐらいは持ってますね。それをドル建て資産と思って持ってます。2億で含み益が1億なんで、まあ資産価値としては3億円分ですかね、は持ってますけど、それだけですね。株のいろはの知識はどこから得ましたか？チャート見た読みなど本でしょうか？いや、本とかなかったと思うんですよね。本あったのかな？ああ、本あったな。羊、ん？羊飼いさんでしたっけ？違うわ。子羊さんのデイトレードなんとかっていう本を最初に読んだ記憶がありますね。めちゃめちゃなんか漫画っぽく、漫画じゃないけどイラストいっぱいで書いてて、めちゃめちゃ簡単に勝てそうな感じで書いてたんで、あ、これ誰でも勝てんじゃんと思ってやって、すごい負けた記憶がありますけど、そっからスタートですね。子羊さんの本とか誰も知らないでしょうね。今青い本、それは知らないですよね。なんか僕の時はね、花火さんとか売り坊さんとかっていう人たちがいたんですよね。その時のカリスマ投資家みたいな。ゆうすけさん、今年50万円で1日深夜のスキャンを始めて200万まで来ました。テスタさんなら50万を1年でいくらまで増やせそうですか？また2158のフロンテとかいう銘柄を1400付近でスキャンしていたんですが、気づけば1727円まで上がっています。そこまで取れなかったのが残念です。デイトレだと日常茶飯事ですかね。まあ、1日でそこに行ったわけじゃないんで、まあそういうのはあんまり気にしなくていいんじゃないですかね。1日信用のスキャーなんであれば。僕が50万をスキャーして、全盛期として、いくらになるんですかね。まあ、うまくいっても、1000万ぐらいじゃないですかね。めっちゃうまくいっても。なんかそんな感じしますね。まあ何百万とかで次の年に、まあ1000万、2000万とかがまあ現実ラインじゃないですかね。